いやー、今日もべっぴんさんやな。そんな、ロキ様もお元気そうですね。おう、絶好調やで。シルちゃんに会えたからますます元気になったわ。ロキ様の元気の元になれたのは、こんな街中でたまたま会えるなんて運命感じるで。お上手なんですから。でも次店に行った時に優しくお酌してくれると嬉しいな。ロキさん、人に迷惑をかけ、迷惑なんてかけとらんわ。なあしるちゃん。まあそう。これにあいつさん考えすぎないや。剣を使わなかっただけ。あいつさん顔がマジや。困った人。人やない。神でも人でも。まあ何にせよ、はっ、これはもう、なんや、アイズさんも可愛いとこあるやん。そんな心配せんでも、うちにとって一番大切なのは。でもアイズさんがどうし、ごめんなさい、目を。いえいえ、そんな、冒険者様あっての酒場ですから。手虫かい。ロキファミリアの皆さんのお話はと、だからまたぜひお店に来て。シロちゃん、ほんま人と触れ合うんが好きやな。もそんじゃ、うちとさらに濃厚な触れ合いをするのはどうや。あまり追い出しちゃダメです、ロキ。いや、二人ともマジにならんと。いや、楽しみやな。
ええで、どこ行こか。ああ、ファミリア全体の評判にも関わって。でも、アイズ。じゃあ、少年からと。いいよ。ああ、すみません。つい。神を少年から叩き直すか。ていうかさ、普段のいたずらをやめさせたとしても、して。どういう意味？嫌でも服を脱いでスナック、その時に普段我慢していた分、ああ、想像普
段からステータス更新の時、これまとめてセクハラされるか、普段から小出し遠征前とか一斉に更新に行けば大丈夫じゃないですか。一斉に押し寄せ、万が一遠征前に更新式そうならないよう、おお、どす。あら、ロキ。ロキの話をして、うちの班。ロキ、正直に答えてください。あ、ああ、お前の名そう言われてもな、可愛いものをめでたい。正直すぎるのも、みんなが思ったままに生きたら、いきなりと。だが、まあうちは何と言われよう、そう、そう、ほんと、いやー楽しみやな。勝負を勝手に決めていたとは。あの子、いざって時に大胆に出るところがあるわよね。しかしロキは普段こそ自由だが、自制すべき状況では心得た行動をとる。ふふふ、そこは抜かりないよ。私とティオネで合図に。
時から全く余裕がないみたいですね。セクハラ、我慢しなく聞いてますよ、アイズさん。ここで一気に押し込みましょう。むしろ大クレープダメ。ロキ、で、あいつたちよ、もうチョコレートとかロキ、私とハンなんやと、あいつたちが、オッケーオッケー、半分かしよう。あいつたちと。あれも含めてロキということだ。リベリオ、ロキがあれで存外に切れることも、だから目をつむれとは言わないが、何らかの意図がある行動な。そうなんでしょうか。あくまでかもしれない